今日は一日中図書館で勉強しました。その後、友達とお好み焼きを食べに行きました。お腹がペコペコだったので、お好み焼きを3枚食べました。美味しかったです。家に帰る途中、偶然豆腐さんに会いました。豆腐さんは、今からしゃぶしゃぶを食べに行きませんか?と言いました。僕はお腹がいっぱいでしたが、豆腐さんとご飯を食べたかったので、一緒に行きました。家に帰ると、ルームメイトの田中さんがたこ焼きをたくさん作っていました。田中さんは、Xさんのために一生懸命作ったよ、と言いました。お腹がいっぱいで、もう何も食べることができないと思いましたが、僕はたこ焼きが大好きなので、10個食べました。だから今日は晩ご飯を3回食べました。今はとてもお腹がいっぱいです。でも明日の朝にはまたお腹がペコペコだと思います。終わり。